ガムさんですね。はい。やるって言ったじゃないですか、おまけ放送。撮ってないかなと思って。え？いやいやいや、待て。じゃあちょっと待ってくださいよ。だから僕は始めますよっても言ったじゃないですか。あっちから撮ろうかなと思ってたら。はい、西壁さんの誕生日ということで。はい。ハッピーバースデー。なんとの歌を？俺が歌う。あ、じゃあ僕行きましょう。行きません。行きません。はい。はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nisekabe san. Happy birthday to you. おめでとうございます。はい。じゃあ、あと一曲これ何か歌いますか？何がいいかな。短くでいい。はい。めでたいという人で、めでたい場所行きたいけど、はい。わからないので、はい。何がいいかな。西川さん何が好きかね、歌ね。そうですね。まあなんかお祝いになるような、お祝いだったらもうおじいじまんかいいかな、一番だけのショートで。そうですね、はい。よあ、こちらも普通に耳を振ったら絶対眠るから眠くなるような歌だから。本当ですね、はい。埼玉のゴーさん、ギネスさん、コメントありがとうございますね。はい、はい、あ、止まんの？え、いや、あ、そうか。ちょっとじゃ あの僕が歌詞を読めるようにちょっとエコさんアップになりますけれども、はい。島とつくもの何でも好きで、今すうぞりまで、かりゆしウェアで魔界が、我が夕飯炊いてるさ。那覇市のビアガーデンへ、野球応援甲子園、明日は準々決勝の、夜から応援しておくさ。三つ星かざしてたかだかと、ビールに託したうちなの、夢と飲むから美味しいさ。おじい自慢のオリオンビール、おじい自慢のオリオンビール。はい、西壁さんおめでとうございました。最後にこれだけ言ってあげようか。そうですね、はい、せーの、はい。祝いであり乾杯、入学祝いであり乾杯、卒業祝いであり乾杯、にびちさびたんあり乾杯、ちっと一緒にあり乾杯、西川さんの誕生日であり乾杯ということです。あり乾杯、はい、ありがとうございました。まあいろんなね、あのニュースはありますけれども、誰かが亡くなった日でもあるけれども、誰かの誕生日でもあるわけです。それは
別にその誕生日を、祝わない必要はないんです。いや祝います。あのだって本当にあの正直言って慰霊の日だって一緒です。そうですよ、慰霊の日でなくなこれをそれで誕生日を言わなきゃ、ね、不謹慎だっていうわけじゃないですからね。逆に、はい、そういう日だからこそ逆にめでたい。そうですね、はい、言わせればね、はい、堂々とね、はい、23日はちゃんと、ね、黙祷もしますけど、はい、黙祷終わった後はもう夜はそうですね、はい、お祝いです。そうですね、はい、気持ち切り替えて、ね、そうですね、はい、はい、ということで、まあ、これでどこでいいですありがとうございました、はい、じゃあ今日で終わりにしたいと思います、はい、ちょっと歌ってくれたキャン君もありがとうございました。ありがとうございました。はい、では終わります。